どうも、国分と大名と小市です。どうも、国分と大名と小助です。なんで意味が分かんない、俺その行為のどういうことなの、何を伝えたい視聴者に。今回はディズニーの都市伝説です。おお、我々もう一段やってますからね。はい、ディズニー C でね、そう実際に行ってっていうのをやってるんですけど、あれはもう結構楽しかった。あれは素晴らしかったね。ぜひリンクからまた出しますけど見てください。はい、はい、ディズニーやっぱね、うん、あるのよ、やばいのが。あれだけ巨大コンテンツだとね、そうそう、やっぱいろんな都市伝説もやっぱ出てくるよね。で、あとウォルト自体がですね、スピリチュアル好きなんですよ。あ、そうなんだ。はい、あんなすごいコンテンツを作った人がスピリチュアル好きなの。そうなんですよ。話合わねえな絶対はい、じゃあ今回もご紹介していきます、うん、まず一つ目、スティッチがとあるヤバい動物をモデルにしているという説です。僕スティッチ、僕もできますよ。ズッズ、俺の方がスティッチより上手いからだってそれだよ、山寺宏一より俺スティッチです僕スティッチ、ルネ万国さん最低言わない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 性行為する時のスティッチじゃないのなんで嗅いでんの。てか、まあ、ミッキーはネズミを元にして生まれたキャラクターっていうのはもう周知の事実じゃないですか、はい、けどスティッチはですね、実はゴキブリを元にして作られたという説があります。へえ。で、まあ、なんでかっていうと、うん、スティッチって普段4本足なんですけども、うん、実は2本隠してて、生えるね、生える、はい、6本になるじゃないですか、うん、でまあゴキブリも昆虫なんで6本足なんですよ。そうだね、はい。で、エイリアン姿のスティッチって見たことあります？え、ないないない。ちょっと見せますね。うん、え、そんな、はい、これです。エイリアンになるんですよ。で、この時ゴキブリっぽい、はい、触覚が生えまして、で、背中に毛が生えるんですよ。うんうんうん、これってもうゴキブリじゃないかという説です。だいぶ可愛いゴキブリだけどまあ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 、そうだね。あ、でもゴキブリっぽいわ。そうそう、普段は隠してるんだけど真の姿を見せるともうゴキブリっぽくなるという。へえ。耳のそうなんか感じが、羽が生えてるみたいな感じだよね。いや、すごいとなんかね、まあ、スティッチだーっていう女性がね、そうそうそう、聞くけど、あ、ゴキブリだーってそういうことですね。まあ公式はまあ何も言ってないんで、まあ、あくまでとしてはでも似てたね。はい、だいぶもうゴキブリっぽい、ね、ゴキブリっぽかったね。昆虫感はありますね、うん、面白い面白い。はい、次いきます、はい、モンスターズインクがフリーメイソンと関係があるという都市伝説です。何でもフリーメイソンじゃないそう、全部やん。都市伝説といえばフリーメイソンなんですけども、はい、実はモンスターズインクがフリーメイソンと大きな関係があると言われてまして、うん、理由が2つあります、はい、1個目がシンボルマークです。フリーメイソンのシンボルマークっていうのは、まあ、1ドル札の裏にも書かれている通りですね、はい、プロビデンスの目というピラミッドに一つの目があるやつです。ああ、はいはい、はい、で、モンスターズインクのロゴが M の字に一つ目が描かれているんですよ。そうだね。はい、二つ目の理由が、タリーとマイクが働いている会社の名前がメイソン・オブ・アイなんです。もうそれやそれなんですよ。へー、もうまさに、つまりモンスターズインクはフリーメイソンと少なからず関係があって作られた映画なのではないかという説ですね。しかもなんかモンスターズインクもさ、なんかモンスターが人間の悲鳴を集めることをエネルギーにしてるみたいな題材じゃん、うん、ですね。めちゃくちゃなんか怖そうな感じはあるね。闇がありますよね。なんかね、ピクサーもいろんなさ作品あるけど、うん、そのモンスターズインクに関わりがあるっていうのがちょっとなんか不気味な感じするね。そうそうそう、題材が題材そこに当ててくるかっていう ね、 そうね。これはちょっと面白い、ね、はい、ありますね、はい、じゃあ次いきます、はい、ちょっと軽いのいきますね、はい、ミッキーの手が4本しかない理由です完全に見てキラッキラヤクザ指詰めろっつってやっぱ散々なんかミッキーってモノマネされる時ブラックジョークみたいにあるけどまだ指詰めてたとは思わなかったウォルトがね、もしかしたら怖いっつって、今から話す内容より怖くなったはい、いきますね、はい。そもそもですね、ネズミの指っていうのは、うん、まあ、種類によって4本のやつとか5本のやつとかいるんですけども、はい、ミッキーはアニメからグッズまでも全部4本指です、うん、で、理由がですね、うん、ミッキーが制作された当時、うん、あのパラパラ漫画みたいな映画が作られてたんですよ、うん、その制作方法として、うん、で、当時の技術だと、うん、5本指にしてるとなんかまるで6本あるように見えると。へー。で、これちょっと気持ち悪いなっていう風になりまして、1本減らして4本にすることで、うん、まあ5本ある感じで見えてたっていうものです。
え、じゃあ当時の見ると5本っぽく見えるってこと？そうらしい。別に意図してなんか4本にしたっていうよりかは、うん、その映像技術でっていう。そうそう。なんで3本にしなかったっていうのもありまして、うん、3本まで減らしちゃうとなんか指さすときになんか中指立ててるみたいなちょっと面白いなその一気次いきますね、はい。3匹の子豚のお父さんがヤバいという説です。ニッチなのよ。そうだいぶねあんまり興味ないなんかいろんなディズニーある中そこフォーカスしたんだみたいなちょっとね、はい、これ俺好きだったんですよ、はい。ディズニーの可愛いキャラクター、うん、3匹の子豚なんですけども、うん、父親の姿がですね、うん、ヤバいんですよ、はい。で3匹が仲良く暮らしている家の壁にお父さんの絵が飾ってありまして、それがこちらです。ソーセージの絵なんですよソーセージの絵の下にファザーって書いてあるんですうわブラックユーモアだなこれやばいやな。あーなるほど。もうお父さんはソーセージ、お父さんはやられてんだ。はい、出荷されてん。うわこれフリーメイソンの M マークメイソンオブアイマークM ねやばー。うわーめちゃめちゃいいね、ブラックだね。ちょっと面白いじゃんこれ。なんかやっぱ当初はなんかそういうブラックユーモアいっぱいあったんだよね、うんうん、かわいそう絶対こいつらもさこいつらもなるのよソーセージにきっと親子代々なのよ。出荷されてたのね、はい。何が最高かってさ、うん、生前のお父さんの写真は絶対にあったのにそうそう出荷後のお父さんを飾ってるのがこの3匹最高すぎるでしょっていう頭おかしいよな。ごま切れのお父さん飾ってるめちゃめちゃ最高だな。次結構有名な都市伝説です。はい、ウォルト・ディズニー冷凍保存されてる説。あーあのアイスタイムカプセルね。それ青生地ね。テレシシシシ。いやそれハグワールディサウロね。もうワンピースすごい。ちょっと面白かったね、あの辺俺好きだったわハグワールディサウロそんな早く出るやつ地球上にお前だけだよ俺ちょっとサウロ好きだったウォルト・ディズニーが、うん、あのカリフォルニア・ディズニーランドのカリブの海賊の下で眠っているとされている説です、うん。ミス・メリークリスマスにやられてるのね。それウソップねもぐもぐの実ねあんなね立ち悪いおばさんいないのよ、まあ、なんでこのウォルトが冷凍保存されてるという都市伝説がこう噂されたのかといいますとですね、うん、あの実は、うん、ウォルト・ディズニーの遺体を家族も友人も目にしてないと言われてるんですよ。だからシュガーにやられたんだよねおもちゃにされたのかな記憶がなくなっちゃったああワンピがすごいわーわーわーって何俺誰来るっちゃ頭の中ワンピになっちゃってるわもうだいぶウソップがディズニーいたっつってあのウォルト・ディズニーの自伝でですね死に際に放った一言海へと駆り立てないのよ。あ、駆り立てない駆り立ててない駆り立ててないあいつは駆り立てないはい何残したのはい自伝俺の最後もううるせえなうるせえわワンピがすごいさっきなんか読んでたから止まんなくなっちゃってなるほどね。はい、いいですね、はい。彼の自伝で、はい、あの冷凍保存に対する興味を示しているんですよ、うん。だから自ら冷凍保存の道を選んだのではないかと言われています。まあ入ってこなかったウォルトがね眠ってるのは有名な話です。そうですね、まあ、でも一応、うん、あのウォルトの墓も死亡証明書も存在しているので、うんうんうん、まあ、あくまで都市伝説の一つではあります。まあそうね、まあ、なんか生きてる説あった方がちょっとなんか楽しいし面白いからね。そこまでエンターテイナーだったというか、ちょっと怖えなマジで転生したら本当やばいよそれはちょっとなんかブラックになるわディズニー。闇が深いな。そしたらなんか最後です。はい、プルートが擬人化されてない理由。ディズニーの中で、うん、ビッグファイブと呼ばれるメインキャラクターに入っているプルートなんですけども、ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィー、プルートです、はい。プルートだけ擬人化されてないんですけども、うん、まあ、人の言葉を喋らず吠えたりジェスチャーをするだけで、彼が擬人化されてないのにはある理由がありまして、それはですね、ウォルト・ディズニーが白人至上主義だったからという説です。はい、プルートは、我々のようなですね黄色人種、まあ、日本人のような黄色人種を表してまして、ミッキーに飼われていることでその上下関係を表していたと。うーわめちゃめちゃそうじゃん。はい、うん、で、あのウォルト・ディズニーって、うん、今でこそもうすごい功績を残したいって言われてるんですけど、うん、あの死ぬまで
人種差別主義者だって言って非難されていた人なんですよ。ああ、そうなんだ。はい、会社の重役に黒人と女性を絶対に入れないっていうふうに明言していたりとか差別主義者だな。黄色にした理由そうだろうな。同じ犬であるグーフィーは擬人化されているんですよ。そうだね、間違いない。それ面白いね、その主従関係アメリカと日本って感じするもんね。本当にするよね。ああ、これ面白いね。あちょっとあんまいい話ではないけど我々からしたらそうですね、我々は列種ですから。そうですね、うん、白人ではないですからね。はい、ということで以上ディズニーの都市伝説でした。はい、やっぱディズニーは我々好きなだけあってすんなり入ってきました。そうですね。でまたね、実写都市伝説もやってこよう。次はディズニーランド、ディズニーランドで実写の検証をしてこう。やりましょう。はい、じゃあ以上今日の動画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よっしゃ飯食い行こうか。バカじゃん。